まずホーム東京ヴェルディのメンバーです。ゴールキーパーはマテウス、ディフェンスラインは右サイドバックに深澤、センターバックは運動加藤、3試合ぶりに先発の谷口がコンビを組みます。左サイドバックに加藤蓮、中盤はボランチに馬場と森田、右に川村、左に梶川、ツートップは染野と佐藤です。続いてアウェー甲府のメンバーです。ゴールキーパーは今日も岡西、3バックは菅井、浦上、エドワルドマンシャの3枚、中盤は松本と山田のボランチコンビ、右のウィングバックに関口、左のウィングバックに荒木、シャドウに鳥海と長谷川が入って、ワントップ今日は三平が先発です。消化試合数各チームちょっとばらつきがありますが、これはリーグ戦では10位タイという数字です。エリア中ターンした、鳥海のシュート、ディフレクションがありました。いいターンでしたね。今度は左サイド荒木、ワンタッチで中に入ってきます。パスの手のパスがずれました。カウンターやる染野、染野自分で打ってくる、キーパー正面こぼしている、倒れる、佐藤亮がも行きましたが、ここは笛はなりませんでした。まあ、染野もストライカーですから、まあ、最後シュートという判断でしたね。ええ、ドリブルでかわしていく、相手陣内で奪い返しました。染野なんとかつないだ、抜けてくる、川村がいた、キーパー岡西のセーブ。取り替え、体をぶつけてキープ、エリアの中に入ってくる、一旦外、関口一つ持ち出してクロスボール、ヘッド、長谷川、運動感もよくね、最後よく足出しましたね。山田左へ出す、長谷川切り返す、長谷川のシュート、胸でがっちりと抑えました。マテウス、いいシュートでしたね。パスが入る、ワンタッチで落とす、石浦ダイレクトクロス、ファーサイド、川村、最後はライン終わった。いい崩しでしたけどね、はい、クロスボール相手に当たる、カウンターやる、染野右に出す、佐藤亮が切り返す、逆サイドで2人ほど余っています。クロスが入ってくる、石浦につながる、ワンタッチで落とす、深田、最後は浦上のブロック。いいカウンターでしたよね。もうセンタリングでしたし、ここね落ち着いて落としてシュートいったんですけど、南一人かわして縦に出します。川村、自分で運んでいく、石浦がいる、さらに大外深澤もいますが、石浦自分で打っていく、岡西のセーブ、いいシュート、いいセーブでした。左にボールが出ます。荒木グランダーで送る、飯島、こぼれる、シュートが来た、長谷川インサイドで狙いすましたシュートは枠の右、低くて速くていいボール来ましたね。シュートだと思うんですけど、こういったボール、狙ってね打ったシュートが枠外れてしまいましたね。リーチで受ける石浦、石浦スルーパス、染野石浦の右足拾った。加藤光健、ここから狙ってくる、クロスバーを叩く、惜しいシュートでしたね。石浦、なんとパスが外れた。ここで長いホイッスル、
結局最後までスコアは動きませんでした。0対0勝ち点で並んだ両チームの直接対決、勝ち点1を分け合う形となりました。